どうも高広 GT です。ご視聴ありがとうございます。今日はね12月23日ですね。はい、9時48分です。はい、今日は天気いいね。天気いいけどね、まあ今はいいんだけどね、朝は寒いんで朝掛け今日もしませんでしたけどね。はい、てなわけで、はい、ここなかなか明ると景色いいんだね。てなわけで、Z900RS くんです。はい。でね、今日はね、今年ですね、2020年を、まあ、振り返るっていうかね、まあ総集編みたいのをやっていきたいと思いますんで、はい。うん。はい。まあ今年はなんといってもコロナでしたけどね。うん。まだコロナですけどね。うん。はい。まあその影響は、まあ私も受けましたしね。まだ受けてますけど。はい。まあそういうこともありましたけどね。まずね、今年入った時はまだ忍者250でしたからね。うん。まあなんといっても大型免許を取ったってことがね、一番かな。うん。正直ね、取れると思ってなかったんでね。うん。はい。よかったです。確かね、あのね、大型二輪免許を取得する宣言みたいのね、そういう動画を出したと思うんですけど、あれがね、今年のね、2月9日だったかな。うん。あれがあったから取ったようなもんです。本当に。あれを言わなければ、まだ迷ってたかもしれないし、ひょっとしたら取れなかったかもしれないしね。うん。まあコロナ禍でしたからね。はい。いや、いいタイミングで取れたかなっていうのもありますね。で、申し込み行くときはまだまあコロナあったけど、それほどでもなかったんですよね。どうせ収まるだろうと思ってたし。うん。はい。まあこんな状況だったら取りに行くのやめてたかもしれないし。うん、そうなってたらこのタイプは買ってなかったわけで、うん、はい、いろいろタイミングは良かったかな。で、大型免許取ってからね、あのその試験場が閉まっちゃっててね、なかなか免許をゲットできなかったですけどね。うん、でも良かったです、最終的には取れたので。はい。で、この Z900RS を買ったってこともね、大きいですよね。うん。で、あと大きなイベントといえば、今年の秋にね、オフ会ができたってことですね。いや、それも大きいですね、自分の中では。はい。ずっとソロで、友達いないですかね。その中でいろいろ出会いとかあったしね。それは良かったと思います。で、そこでいろいろね、考え深いことがあってね、例えばこのバイクじゃなかったかもしれないんでね、僕ね、ひょっとしたら。そんなってたら、そのオフ会も出会ってたメンバー違ってたのかなとかね、うん。この Z900RS だから見てくれた人もいたしね、見て、そのオフ会に参加してくれた人もいたし、うん。もちろんその近所だからということで参加してくれた人もいたしね。その辺のなんか、組み合わせも全然違ったのかなとかね。例えば、大型免許取れなかったら、ZX25R ね。うん。25R。うん。多分それ買ってたと思うんで、またそこで違ったのかなとかね。うん。まあ、いろいろ面白いですね。そういう巡り合わせも。うん。はい。ってなわけでした。まあね、このバイク買ってもう半年経ちましたけどね。12月7日で半年か。まあまあちょいちょいカスタムしてきましたけどね。うん。はい。やっぱハンドルが良かったですね。ハンドル椅子。もう一番最近つけたけど。うん。マフラーはまだまだですね。これからかな。まあ僕ね、静かでいいんですけどね。別に。うん、もうちょっと回したとき音が鳴ってほしいかなとは思うけど。うん。あと、オーリンズがまだね、来ないという。うん。ひょっとしたら来年の夏あたりになっちゃうかもしれないけどね。はい。
まあ、とにかくね、無事でいられたってことね。無事故もいかんで、今のところ。はい。うん。それが一番です。まあ、何でも一番ですけどね。はい。いやね。今年はやっぱコロナがあったけどね。うん。はい。てなわけでしたけど、走りますか。よし、はい、結構こうやってしてると暑いな。今気温はいくつだ。気温は12度。はい、てな感じでね、まあね、まあ大型免許取ってこのバイクを買って、まあオフ会やって、まあ、よかったよかったって感じですかね。でもよく思えばね、よくオフ会でしたなとか未だに思うんだけどね、うん、やってよかったんですけどね。もちろんやったタイミングも良かったような気がするんだよね、いろいろね、うん、うん、よくやったよあれ。実は2日じゃねえわ、2週連続でやったんですよね、最初ね。うん、絶対ね、どっちか雨でね、中止になるかなと思ってたんで、だから2週連続にしてたんですよ。まさか両方開催できるとは全然思ってなくて。でもそこで開催できてよかったのかなっていう感じもありますけどね。うん。よし、じゃあ出発します。ずっと止まって話してるのもね、なんなんで。よし、カメラ回ってるよね。回ってなかったら、ただおっさんが喋ってるだけだからね、一人で。一人ごと言ってるだけだからね。はい。いや、今日は天気いいけど、もうちょっとね、ツーリングはいいかなって感じ。ひょっとしたら土曜日出かけるかもしれないけど、うん、まあ師走だからね、あんまりごちゃごちゃ走りたくないみたいな。はい、どうしようかな、せめて港公園ぐらいまで行きますか。うん、いやね、このバイクね、先ほども言ったけど、まあ半年経ってだいぶ慣れましたね。最初はめちゃくちゃおっかなかったけど、うん、まあ僕はね、毎日バイク乗れるわけじゃないんで、なかなか大変でしたけど、慣れるまでは。はい、いや、いいバイクですよ、本当に。こういうとこでも乗りやすいしね、うん、なんか大型バイクっていう感じじゃない。僕的にはまあアクセルひねれば大型バイクですけど。はい、よいしょ。まあ、乗り心地もなかなかいいしね。あ、ちなみにね、今日ね、ハイシートからノーマルシートに戻しました。冬場はね、遠出しないんで、うん、ノーマルシートにしました。それは忍者250の時もそうしてたけどね。まあ簡単に変えられますからね、うん、足つきがやっぱね、いい方がいいんでね、特に近場となるとね、うん、で、いずれね、このノーマルシートの方を魔改造しようかなとかちょっと思ってます。で、ハイシートは遠出向きにして使い分けようかなとか思ってます。そのまあノーマルシート魔改造っていうのね、まあ張り替えてもらうとかね、まあ低反発っていうか、なんかまあ逆に低反発良くないって言うけどね、どうなんだろう。まあなんかやってもらうと、うん、まあどこのシート屋さんでやってもらうかは分かんないけどね、まだ決めてないけど、うん、まあ、ハイシートちょっとね、うん、ダサいからね。ダサいし、足つきがちょっと悪いと、うん、それが欠点ですね。で、今ノーマルシートに戻すんですけど、やっぱ硬いなって感じですね。これはこのまま乗ってれば痛くなるわみたいな。まあ100キロを超えるようなツーリングの時はハイシートにしてみたいな。
感じで使い分けるのもねいいと思いますんで。あと今後の来年の予定とか言っちゃう。まあしばらくね寒いと思うんで、まあ近くをちょろちょろしたりねするとは思うんですけど、うん、まあ暖かくなったらねまずね秩父に行きたいかな。結局今年も行けなかったからな。まあ車でもいいんですけどね。まあバイクで行きたいでしょう。はい。まあ一応僕ね、車の方もやってますからね。そっちのカスタムもできるかなとか。とりあえずねこのバイクのオーリンズが来てからって感じもありますけどね。そうしないとなかなか大きなカスタムはできない。まあ S6 はどちらかというとドライブ動画がしばらくは主になっちゃうとは思います。やべえ今月もう20万使ったからな。なんか車とかバイクを買う以外でこんな使ったことないですよ俺。だからね請求が来月なんですけど、まあ恐ろしいことになります。まあでもまあ想定内なんで大丈夫ですけど。はい。まあね、カスタムも楽しいっすね。今までカスタムで自己満足的なことでやってきたけど、今こうしてさ例えば YouTube で動画にできたり、まああのおまかまさんにねなんていうか自慢できたりね自慢というか、うん、こんな感じだよみたいなことも言えるし、うん、逆に言われることもあるしみたいな、うん、はい。まあそういうのもあるんでね、いいっすわ。多分一人で、まあ例えば YouTube もやらずにだったら多分ノーマルで乗ってたかもしれない、はい、港公園なんかいつもの道で申し訳ないね。でもしゃあないでしょもうそう正直このチャンネルはそう思ってくださいしらす街道しか出ませんはい、どうでしょうか。今日はめっちゃ天気いいですよ。はい、雲一つない。いやー風もないしツーリング日和だなだけど行かないという。はい。ではでは、まあ来年ね、うん、来年の話。まああのそういえばね動画ではちゃんと言ってなかったですけど、あの実はねオフ会で出会った方々と GT 会っていうなるものを結成されちゃったんでまあチームみたいなもんですけどね。でもねそんな堅苦しいことはないです。本当に自由でやりたいというかね、僕もそんな毎週日曜日休みじゃないから、うん、僕もそういうのにね誘われたり、実は S6 でそういうのも入ってたりするんですけど、なかなかそういうこともあって参加できないんでね、やっぱ自分発信が一番いいかなとか、うん、はい、どうしようかな、こっち来ちゃったけど、うん、はい、ってな感じでした。はい、10時2分ですね。まあその GT 会ってね、でこれから走りに行く形になるとは思いますけどね。もちろんねそういうのに入ってみたいって方がいたらお知らせください。またね新規で募集しますから、うん、多分ね何かのイベントの時ねまた言うかもね。
例えばあの山梨コーヒーブレイクミーティングとかさ、ちょっと行きますか、ここ人多いし、うん、その山梨コーヒーブレイクミーティング行きますみたいなさ、うん、その時で、まあ、また新規の方を誘うっていうこともありますんで、まあ、とりあえずね、あったかくなんないとないかな、うん、はい、あったかくなんないとないし、またコロナの状況でどうなるか分かんないけどね、確か春ぐらいにね、デートマのなんだっけ、チャミーティングってやつだったり、うん、あと浜松のあのバイクふるさと祭りだっけ、まあそういうのにね、一緒に行きませんかっていうことで、また募集しますからね、うん、その時にまた参加してください。もし気が合えばね、その GT 会に入られたら、あ、もちろん無料ですけどね、その GT 会ってね、あの LINE のグループですね、要はそれを作ったんで、うん、まあ入りたい方いたらって思いますんで、はい、いや今日は喉からね、てなわけで、うん、そこまで行くか、ちょうど富士山綺麗だし、今日せっかくだし、まあ、今年最後の動画になると思います、これ放送するのはね、多分ね、年末一番最後、多分30日とかにする予定なんで、うん、まあバイク自体はね、まだ多分乗るとは思う、まあ、今年ね、まあ、1年間いろいろありましたけど、まあ、一番変動が大きかった年でもあるような気がしますけどね、はい、ちょっと止まるか、よし、そこで富士山が見えるかな、あ、でもなんか汚ねえな松の葉みたいのがいっぱい落ちてる、はい、いいか、はい、てな感じでした。まあ2020年ね、まあとりあえずその、まあさっきも言ったけど無事で、うん、過ごせましたというか、はい、それが一番だと思いますんでね、はい、来年もまたいろんなところに走り行ったりカスタムしますんでね、また新企画とか考えてますからね、いろいろやっていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いしますということで、はい、今年1年間お世話になりました、ご視聴ありがとうございます、よし、じゃあ行きます、えい、で明日クリスマスイブなんですけどね、夜勤ですまあ関係ないからいいけど、うん、どうでもいいんで、はい、あと年末ね、年末年始夜勤、ひょっとしたらね、元旦元日明けに動画撮るかもしれん、仕事終わったと、はい、まあそれまで、ね、またお会いしましょうみたいな、またお会いしましょう、よいしょ、はい最近ニュートラルに入っちゃう、入りが甘い、はい、ってわけでね、今日はね、今年もここまでご視聴していただきありがとうございました。また来年お会いしましょう。皆さんも良いお年をお迎えください。はい、ではね、またお会いしましょう。よしよし。わお。また来年。